スタジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は日本対コロンビア、こちらの一戦をお届けいたします。続いて日本国国歌です。日本は 4-4-2 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、まあ、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、はい、まあ、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。日本対コロンビア、エキシビションマッチが始まりました、サイドをご紹介しましょう。左から右に日本、画面右側がコロンビア。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ここで丁寧にボールを扱う。ここでファールをもらいます。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。幸運の注意に終わりました。開始早々フリーキックのチャンス。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。このクリアボール拾いたい。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。これもファールですもんね。カウンターを仕掛けます。プレスからボールがこぼれる。縦へのボール、ファルカオ。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ゆるく狙ったボール来たか。
素晴らしいシュート。いい反応でしたね北澤さん。いやあの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。先制ゴールが決まりました。1対0とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね。浜田、伊藤、また中央へ、上田へのボール、大きく縦へ、勝負のシーン。マテウス・ミリがこの試合ですでにアシストを記録しています。ここはつながりません。浜田、前田、ラファエル・サントス・ボレ、ここで前を向けるか。アメス・ロドリゲス、中央へシュート。ここは合わせてきましたが守りすることができません。最後崩されましたよね、突破されて。すぐに守りきれてないですよね。コロンビアチャンスを迎えたシーンがありました。このパスがつながります。コロンビアとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。遠藤から長いボール縦へ、長いボール縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ。ボールがつながる。日本今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。これ仕掛けるか、どうだ、フリーで受ける、拾いたい。オフサイドか。板倉、浜田へ、
レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。コロンビア先制してそのままリードで後半キックオフです。コロンビアとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね、はい、モジカマテウス・ミリバエンドダビンソン・サンチェスモヒカアメス・ロドリゲス一旦前を取るもう一つ前に行きたいクロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。ここ拾って次につなげたい日本。アメス・ロドリゲス上田さあ久保いいプレッシャーマテウス・ウリベが北澤さん先ほどからしっかりマークされてますね。まあ彼が攻撃の中心になってますしアシストもありましたからね。相手にとっては要注意でしたね。浜地グラウンドラウンド日本ここは大きくクリア危ないシーンでした。伊藤右サイド上がっていくプレッシャーモヒカマテウス・ウリベ北澤さんここまでご覧になっていかがですか。コロンビアとしては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞという気持ちでね攻めてほしいですよね。さあ右へ預けて足元大事にいきます。中人数揃っている遠藤へ久保に渡ります。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。マテウス・ウリベ今のファウルには注意があったようです。さあ日本ビッグチャンス。おお素晴らしいプレーでしたね。ここにつけ同点です。ボールに吸い込まれています。いや入っちゃいましたね。ここのスイッチ持ってますよね。日本ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は五分精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、スルーパスを出す。ここは間合いを取るクロス鎌田危ないシーンでしたがここはクリアの対応。絶好の位置シュー
シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。リスタート、コロンビアとしてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点ですよね。はい、遠藤右サイドを振って激しいボールの奪い合い、日本ここでファウルをもらいます。注意に終わります。カウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。左サイドのドリブル、うまいですね。チェックを受けながらのドリブル、どうだ。枚数います。シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。日本コロンビアメンバーチェンジです。ここで笛です。2対1コロンビア1点差、接戦を見事制しました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。コロンビアとしては敵地での見事な